こんにちは、エグゼットラスト、川田です。チャコのアメリカ通信。今日もよろしくお願いします、安藤さん。おはようございます。よろしくお願いいたします。ところで、うん、APPN って何だっけ、これ。メガネの。えっとア、アピアンっていうソフトウェア会社ですね。えー、プラットフォームの会社です。えーえー、はい。で、でローコード、ノーコード、これ一体何これ。 そう,そうなんですよね。ということでこ、もういきなりいきますか。アピアンはノーコードソフトということで、あの<あ> 1> ここ1週間ぐらい、すごく上がってますよね。うで、それでちょっと、まああのえー、っといい面と、ちょっと懸念の面とあったので、支給作りました。 それで、いつも、<laughs> これは言っておかなきゃね。銘柄をあの、これ聞いたからってあの、いきなりショートするとか、それも私のバックハンドです。カリフォルニアに住んでいて、アナリスト、アナリストえー、とコンサルタントをしています。 はい、ノーコードなんですけれども、ここ1か月、10月ぐらいかな、あのノーコードというあの言葉をちょっと気に,気になり始めたからかもしれないんですけど、非常にあちこちで聞くようになってまして、でこれで、いや僕も朝会でね,ね、うん、この銘柄言った時の、自分で言いながらノーコード、ローコードって分かってないもんね。 ア、えーあのー、アピアンはーーコードですねこのノーコードっていうのが例えばこのテククランチっていうベンチャーの,あのメディアがあるんですけれども、ええ、ここのポッドキャストでノーコードこれがノーコードがニューブロックチェーン要するに一時ブロックチェーンという言葉を<ー>、えー、耳に立って タコができるほど毎日内に今ノーコードになってます、はい、ーでノーコーコドって何かというと、まあ、あのコンピューターの方は知ってあの技術者の方は知ってられると思うんですけどもコーディングって日本で言いますあのプログラミングするときコンピューターのコードを書く。も言うんじゃないですかねプログラミングっていうのかな コーディングって言いますね。であの、アメリカでよくコーディングって言うんですけども、ノーコードっていうのはコードを書かなくて済むと。で、ど,ど,どういうことかというと,あの、えーと、ソフトウェアを開発するとき、システムを開発するときに、普通はコードを書きますよね、えー。コードを書いててやるのが大変なので、これをなるべくコーディングしないで、例えばあの、えー、とドラッグアンドロップとかね、この,あのアイコンをこっち持ってきて、ポンと押すと、そこでもうシステムできちゃうとか、えー、まあ、あおかしくはないことはないんですけれども、 でそれが話題になっていると、で話題になっているあの理由の一つは、まあ、コロナの後押しもあって、今、デジタル化が急速に進んでいるんですけれども、うんで、デジタル化、デジタルトランスフォーメーションとかデジデジタル化したくても、あの技術者の数が足りないんですよ、ね、そうですよね。というわけで、<の>なるべく技術者<の>専門、技術者じゃない方でも、ちょっとコンセプトが分かっている方ではうん、うん、か方がいれば、コード書かなくてもあのかい開発ができちゃうようなことにしようということで、うん、まあ、 あのー、あまりコードを書かなくて済むには、一つのやり方、既存のソフトウェア持ってきて入れる、セールスフォースとかね、そういうのを入れるっていうのもあるんですけども、もそれでも例えば導入とか統合するときって、やはり全然書かないわけに、普通、今のところは行かないんですよ、ね、これ、例えば事業会社だとか、それから社ャの得意なところだと、地銀さんとか、はい、そういうところでこういう,こう,いう問題が起こ,る起こるっていう今のところ、どこの会社でもあるんですけど、金融機関が一番多いような感じを受けます。ええ というのは具体的にはどう？はい、えー、具体的に、はい、はいはい具体的にはあの例えば地銀さんとかでもあの、えー、いろんいろんなあの債券とか株とかいろんなシステムが何百とかあるらしいんですよね。はいはあ、だからそれをあのどう新しいのを導入するときにやっぱり何かしらつなげないといけないということで、えー、ノーコードが流行ってますどのくらい流行ってるかというとちょっとババっといきますけどここ、うん、こういった見出しですね、えー、ノーコードとかヘッドアップ あのノーコードのスタートアップがえどういうふうにできているんですかとかいうこの記事ですとかえと次にえーノーコードジェネーション今のえと新しい技術者はひょっとしてコード書かない技術者が育つかもしれないっていう記事それからこれは Google テーブルっていうのがあのノーコード エクセルみたいな感じなんですけども、うんええ、ただし、ええ、コーディングしなくていいスプレッドシートとして開発されてきてるよとかこれ5人のベンチャーキャピタリストベンチャー投資家の方に、えー、ノーコードがどうなっているかっていう意見を聞きましたとかそういう本当にねーノーコードの記事ばかりがこれだいたい10月ですねこれ10月終わりなんですけどこれが割と最近の新しくできたノーコードツールノーコードの開発ツールの会社です。うでそういったものが続,々続々と出てき きましていて本当にあの、えー、流行語になっていったんですねこのあの真ん中のエアテーブルそれであの未上場会社なんですけれども。 評価額が例えばビリオン億円弱ね千、はい、そのくらいの評価になっていてで、前にちょっとずっと前に取り上げ、あの将軍とかですね、将軍って e コマースのホームページ、はははこれも一、まあ、つは e コマース専門のノーコードソフトっていうふうに言われているんですけれども<お>、はい、というようなわけで、非常に流行っております。 で、その一番とどのつまりは、これあの、えーと、10月の初めなんですけれども、アンコークっていうあの会社が、えー、とシリーズ C ですね、3回目の資金調達で、200ミリオン、えーえー、200億円以上を調達しています、で、この時のはーはー多分会社の評価額も、あのビリオン以上の、えー、とユニコーンになっていると思うんですけども、も、ねはい、で、これがあのエンタープライズですからあの、えーと、将軍の場合は割と小さい会社も使ってるんだと思うんですけど、 大企業向けですねで大企業向けにあのノーコードというのが非常に、えー、とデマンドが大きいと,、えーとうん、需要が大きいので,でそれを受けて、えー、と巨額の資金調達をしましたっていうようなことでこれが多分今までノーコードの最近の資金調達では最,、えー、と最高額最大で,であの今年初めに 1>, 1回やっているので今365と、ええ、360億円ぐらいですかね。 でまだできてから、えー、とここは年数かといてある確か2007年ぐらいの設立で、3年ぐらいでどどどっとそんな資金調達をしてしまっています。顧客例としては、このアンコークのファウンダーの方あのそう、設立者の方が金融業界出身らしいこともあって、ここの,あのお客さん見ると、えー、と金融がほとんどだと思うんですけれども、そうそうリバッティ・ミューチャー、ゴールドマン・サックスとかですね,ねなんですけれども、うん、これあの、えー、と出身がそうだということも あると思うんですけど先ほど申し上げたように、うん、やはり金融業界がですねなんかいろんなあの、えっと、アプリがいろんな部門で入っているので、うん、それを統合したり、それから自社のあれですねあのパッケージソフトばっかりあの入れていると、他とみんな同じになっちゃうので、えー、やはり自社のサービスを打ち出すために、どうしてもあの自社のプログラミングをしなければいけないと。なるただし、いくら技術者を取ろうとしても全然足りないということで、うんまあ、日本なんか出すと、SIA さんがそこで買っ 活躍して一生懸命コードを書いてやっているところです。で、うん、そこまでが今のノーコードなんですけど、で、ノーコード。 が非常にあのベンチャーシーンの方で流行ってきたので、じゃあ、どっか投資できるところはないかなというふうに考えると、えっと、今、私は知ってる限りで、多分、公開企業でノーコードを専門にやっているところってないんですね。うんうん、であの、じゃあ次になんか事前の策としてなんかないか、まあ、事前の策っていうほどじゃないかもしれないんですけど、ローコードあのノ、ノーっていうのはノーで、ローコードはコーディングするんですけど、あんまりしなくていいと、要するに今まで,今までよりも、<laughs> はい。 コード書く数が少なくてうん、うん、でその間の境目っていうのは厳密にないらしいんですけどノーコードって言われても全然しないわけじゃないので。ええええ、<laughs> あのうんうん、うん ただあのアピアンの場合はローコードっていうふうにしていて、これ、多分上場企業の中でもそれだけやってるところは唯一だと思うんですねあの、セールスフォースとかもあるんですけれども、ええ、であのここで株価が急騰してるんですけど、これはちょっとそれで感触なんですけど、うん、要するにあのアンコークが10月に非常にあの巨大な資金調達をしたので、ノーコードがわーっとこうあの探す人が増えて、ええであの、上場会社としては、多分今、アピアンしかないのでって。 そういうういいい流れななのかなという感じがしてますこれはモトレーフールからかなであの。規制のコンポーネントを組み合わせてアプリケーションを要するにあのレゴみたいな感じでこっちとこっちとこっちをパッパって持ってきて組み合わせるとアプリができちゃう。 の接着剤は接着剤に相当するところをまた何かソフトウェアがあるっていうことなんですかあのそれも多分ツールとして組み込まれているっていうことだと思うんですね。ですから、ローコードは低,低コードですね、なくはないんですけれども、はい、あの完成したものがえーとコーディングあまりしなくてできてしまうと。うんうん、で、あのそれでその下の方のこの黄色の線引いたところにあるのは、あの他にもそういう会社はあるんですけれども、うん、えとどれにでも使えるっていうのは多分アピア だけじゃないかというふうにここのはあの、えっと、Salesforce とかも同コード版がついてるんですけど、これ多分 Salesforce を取り入れるときであったらこれが使えるよということなんですね。で、ね、それに対して a p ア i a n の場合は、あはどこの,あのプラットフォームを持ってきても a p ア i a n を使って根本、えー、組み合わせができますよということらしくて、ね、でこちらはこ今,今年の6月ごろの,のフィンテックの、えー、とフィノベートというカンファレンスがあるんですけど、ええええ そこで発表していまして聞いたんですけど、こんな感じですね。うん、ですからあの、コーディングをして書く代わりに、こういったものをピッピッピピッとこう引っ張ってきたりしていると、あのシステムができてしまいますよと、まあ、優しくまあソフトウェアを自分の自社のシステムの中に外部のソフトウェアを買ってくると、その時にプログラマーが一生懸命そこのせあの、くっつける努力をしないとだめだと。 ここのアピアンの商品をもしくはサービスを買うとその接着剤がいらなくなるとといい、うことなんですかはい、あのプログラマーが全くいらないわけじゃないと思うんですけどあの要するに人海戦術であの100人も投入してやっていたところがあのごく少数で,でき早くできる、うん、ということだと思うんですね。ねあ,、えっと、あと他の製品を あの買ってきて入れてくるときだけではなくて例えばあの自社開発のとき、うん、ビジネスプロセスのソフトを自社開発するときもあーあのコーディングで全部バラバラバラと書くよりも、ええ、あのレゴ式に組み合わせられるので早いですよですから独自のソフトが早くできますよとそういうことらしいです。ね、でこれあ,の、えーとまあ競合といわれている例えばサービスナウとか、ええ、セールスフォースもあのローコードプラットフォームっていうのはあるんですけども、ええ <laughs> 彼らのローコードは多分サービスをなお入れるんだったらこれが使えます。セールスフォースだったら、えー、とこれが使えますと、その感じですね。アピアンの方なんですが、アピアンはあの1999年設立なのでそんな新しい会社じゃないんですよ、ね、20年経ってるよね。20年経ってるんですね。でここに来て急にあの取り上げられたのは、うんまあ、ローコードにすごくシフトしているのかなという感じがありまして、うん、あの売上げの伸びは そんなななに急激な感じではないではいすよねただ、エンディス終わ割とか倍増っていう感じじゃないよね、はい。ではないんですよね。急激な伸びではなくて、まあ、ただそれはつは理由があって、あの会社側の説明によると、今までは、えー、とサービスとかコンサルティングモデルだったんですね。やはり人間戦術みたいに人を導入して、プロジェクトで請け負って、ガリガリ作ると。で、うん、そ,そちらから今、あのー、サブスクリプションモデルに。 シフトしているので、うん、そうすると一時的に売上の伸びは減りますでその後、うん、あの継続的に入ってくるようになるんですけどもうん、うん、で売上げの伸びが割とゆっくりなのはまあ多少説明はできるとただですね、うん、あのずっと赤字なんですよねこちら四半期ごとでまあアナリスト予測の赤字幅よりはだいぶいいようなんですけどもただやっぱりあのずっと赤字が続いているとるで例えばねあのできて34年ぐらいの のソフト会社で急激に倍増してるところが赤字ってわかるんですけど、ええ、なんか20年経ってて、あのー、ずっと赤字ってちょ, <laughs> ちょっとどうなんかなっていう気がちょっとします。 でこれがっ、えー、と今年通年とあと2年ぐらいなんですけども、ええ、やっぱりあの、えー、と売り上げはまあ14、5で推移するものの、やっぱりあの赤字あの2年後までまだ赤字の予測なんですよ,、ね、よっぽどアグレッシブな,なんかこう設備投資かんかこういう。ということなんでしょうかね。ということで、ちょっと気になりまして、これはあのちなみにシーキングアルファというと、この。 あのショートインテレスト、空売,売,、ねはい、売りの残高比率ですね、これで、これ私30、30%ってほとんど見たことなくて、はは普通あっても。 56%止まりっていうのしかみまでみ見た覚えがあまりないのですがまあこれ、多分分分母はあの箱詰み株式総数全部じゃなくて、流通可能な額に対する空売りの額ではないかな、だからそれでも31%というのは、やたらでかいですね、これね。や、たであの同じ基準で他の会社見て、大体多くても6%ぐらい止まりなんですよね。うん ということで、えっ、ー、と、一応スライドはこれこ、これがちょっと最後の平い、ね、あの、 えーとページなんですけれども、ということで、うん、まあ今、そういったノーコードという動きが出てきています。であの、ローコードで上場会社の中で投資できるのはアピアンだけだということで、伸びていて、まあ、この先もまあしばらく本当に伸びる、あのモトレフのデビッドさんって結構当たりの率が多いので、この先もしばらく伸びるかもしれないんですけれども、一方、こういったあのベンチャーで巨額な資金が投入された会社がどーっと出てくると。 出てくる時って、あの結構簡単に追いつかれたりすることもあるんです、ね。そうですよね。確か時価総額が、これが八ビリオンかなんかでしたっけ。だから、一、ね、兆円いかない。はい、で、まともに、あの、非常に有力な。 企業だと体力的にこれより大きいものはやっぱり出てくる可能性はありますよね。そうですね。でベンチャー会社の方はやっぱりあのアピアの方はもう20年経ってる会社で、アンコーカとかまだ3年ですから、そういったところが伸びるとこって、うん、急にガガガガガっと伸びる可能性い、ね、勢いがあるんですね。まあただあのマーケットがちょっとあの狭,狭いわけではなくて、今デジタル化の需要ってすごくあるので、まあ、えー、あのベンチャーの相手が出てきても、まあどっちもこうマーケット あの共有するぐらいのマーケットがあるっていうことはあり得るんですけれども、うん、そんなことでちょっと。 はい、アピアンの話が出ていたので、まあそうそう今日はローコードとノーコードということで説明してみました。わかりました。いや、これね、株価が急騰している分、<え>私がローコード、ノーコードって、まあ朝会で言っても自分でも分かってなくて言ってるんだけど、今のチャコの話を聞いて、まあ少しだけ分かったような気になって、で、ただし、株価がこれだけ急騰してて、この話を聞くと、まあ、どういうアクションを取るのが正しいか、これはまあ、皆さんご自身の判断になると思うんですけども、僕はちょろ。っと だだけ買ってみたんだよ、ね、で急騰、えー、して上がってんだけどまああのこれをどうするかもうちょっと見ながら、まあ、売り場を探すのか。 一旦ドスンと来てから売った方がいいのか、まあ、そこら辺はちょっと試案のしどころなんですけど今から買えるか、うん、それは可能性は十分またありますよね,それはねうん悩むとこですねちょ,ちょっとあれですけどね多分11月になってこの辺が60ドルぐらいとかじゃないですか60から125倍,はあ、はあ、倍増してるんですよね、うん、だからその勢いでいくかちょ,ちょっとこのでもあの空売りの残高がここだけ多いとちょっとビビりますけどね 分かりました。はい、はい。今日はですね、えー、このアピアについて、まあ、チャコが少し気になったみたいなんで、えー、急遽とっていいますか、レポートまとめてくれて、えー、急遽収録しました。はい。今回は以上、これまで、ここにて、これにて失礼します。ありがとうございました。失礼します。